さて、次回予告の時間だ。蒼月の眷属宛に届けられた1枚のカード、差出人はあの豪華の魔女。パリを舞台に繰り広げられる2人のデート、人間と吸血鬼の駆け引き。一方、相方の吸血鬼は留守分教に連れ出され。やあオリビエ、まだ予告終わらないのかい？早く飲みに行こうよ。いいお店ができたんだろう。うるさいローラン、お前は前回の予告とは言えない予告にいただろうが。2回連続出てくるな。そんな決まりないじゃないか。それに君が出るんなら私だって一緒に出たいよ。俺はさっさと仕事を終わらせて帰りたいんだ。黙ってろ。え、飲みには行かないの？うるさい、行くわボケ。